どうも、楽屋への加藤です。僕が、芸人と喋る、ちょっと素人が喋るにはもう何を喋っても失礼だというスイッチが入って、会話一発になって、ちょ芸人と何も喋れないんで、無理やり喋るきっかけを作って始めたラジオカトラジです。今日のゲストこの方です。はい、ヤング島中です、はい、よろしくお願いします。ヤングの島中さんです。はい、めっちゃ緊張してますもうちょっと一歩数出てたけどね。いやそうです、すでに紹介の時点で。いやそうなんですよ、これ、はい、もう何回か同じこと何回も言ってるんですけど、あの、うん、各回で、はい、その男と喋るときに、うん、ちょっと面白せなあかんっていう世界で学生とかは生きてきたんで、僕は男連中で集まって普通に喋るんだけど、なんか面白の仕掛け合いみたいな、はいはいはい、その喋り方しか男性と喋る手段知らずに育ったんですけど、うん、いざプロの芸人前にしたら、うん、なんかそのプロ相手に面白仕掛けようっていう構図が寒すぎて真面目なことしか喋れへんないんですけど、真面目なことをこう喋、はい、っても需要ないじゃないですかはいはい、はい、ってなったら何も喋れなくなるからそうなんですよ。未だに、はい、もうこんだけやってきて、そうですね、なんか仕事の話、なんか、箱の人芸人みたいな、なんかその、はいはい、そういう話やったら、なんかライブがどうとか、そういう話だったらいけるんですけど、うん、いざ、うん、そういうのを突破抜いてプライベートになったら、ほんまに何喋っても。ちょっとボケるのも、おじけづくみたいなこと。あ、そうです。もちろんそんなんはしないし、いや、そんなんで笑わんでってなるし。ちょっとボケてきたやん。あ、そうそうそう。お前らが嫌やし、っていう感じですね。バー、最近も週1ぐらいしか経ってないですけど、毎日経ってる時、毎日芸人来てくれてて、はいはい、なんか お笑いの深い話とかこっちに振ってくれたり、うんうんうん、なんか僕にボケてくれたりする芸人さんもいたんですけど、うんうんうん、いやなんか突っ込んでも寒いなとか思って、そうなんや、なんかいや今も笑かす感じで突っ込んできたやんとか思われてもちょっとなんかすごい恥ずかしいなとか思うとなるほどね、お笑いやってる人に何にも喋られへんと思ってずっと黙ってるんですけど、うんうんうん、それが一番まだ居心地いいからっていう、はいはいはい、で全然関係ない普通の人とか来たら、うんうん、キャッキャッキャッキャ喋るんですけど、女性相手やったら楽勝やでみたいな、いやいやいや、そういうことじゃないです。そういうことじゃない、はい、あそうですか、はい、あまあまあいえいえ、そうはいはい、で、はい、でまあ無理やり読んで、ありがとうございます。いやいやいや、とんでもないです。カトラジ念願の出演、いやそんなことないです、果たしたぜ。いやいやいや一回聞きましたよ、その聞きましたっていうかその YouTube ですけど、ここじゃない、あの今亀で撮らせてもらってるんですけど、亀、ねうん、には来てないですけど、まあ、ちょいちょいね、なんかやっぱあのちょっと いじってるいじらしてもらってる。あ、いやそれはありがたいっすそうね、いじられるぐらいの方が、加藤君をね、なんかもっとみんなねいじった方がいいのになと思うよねで多分だからさっき今喋ってたようなそういうちょっと性格とかもあって、はい、だからなんかみんなもちょっと気使ってるんじゃないですか、はい、そうです、なんかこうあんまいじりづらいっていうか、はい、おい加藤何しやんとは言われへん空気がどっかあるから、はいはい、みんなちょっと距離がある感じっていうか、そうですね、変ないやそうなんですよ、僕のせいなんですけど、ただちょっとほんまどう距離詰めていいかもほんまに分からんようになるんで、ね、裏では多分いじられてるよああじゃあよかったです、絶対いじられてると思う、ほんな全然よかったっす、ね、そうですか、はい、はい、なんでまた私そのヤングではなくヤング島中っていうのは何か、まあ、確かに理由があるんですかね。いや島中さん、うん、あまあ一応そうか理由、うん、いや単純に2人一気なんてビビってしゃあないからっていうのもあるんですけど、はい、ああはいはいはい、21は、はいはい、いや島中さんに今ずっと聞きたかった、ああそんな大した話でもないし、はいはい、おもろい話題でもないんですけど、はいはい、あの島中さんってその、うん、音楽もできはるじゃないですか、はいはいはい、多分それこそ亀でもバンドとかやったりしてると思うんですけど、はい、やし、うん、結構ライブ、坂本慎太郎さんのやつとか言ってませんでしたっけ。ああはい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 、見に行ったとか、多分めっちゃ音楽に詳しい方やと思うんで、ほで、あの、ほいほい、やから、自分その島中匠を表現する手段として、ほいほい、音楽とかもあったのに、ほいとか結構物書きのイメージも僕はあるんで、なんかその表現方法数ある中で、ほなんでお笑い使ってやってんやろってめっちゃ思うんですよ、島中さん見てて、そのほう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 、
めっちゃ効率悪いと思うんですよ、お笑いで自己表現するって。なんかほう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 、ちょっと真面目な話なんですけど。ああ、そういう話か。はい、あ、僕は、島中さんにずっと思ってる、なるほど、感情。確かにね、なんか音楽のライブとか最近行くようになって、はい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 、なんかもちろんその人らが人気なんもあるんですけど、まあ、めっちゃお客さん集まるんですよ、音楽のライブ、うんうんうん、なんか金子綾乃のライブとか見に行ってたよね。あ、金子綾乃さんのやつも見ました、ね、最近やったら、あの小山田総平さん、あ、はい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 、元アンディモリンの、まあ、そういう人に誘われて行ったんですけど、うん、とか、うんうんうん、ドレスコーズさんのやつが行ったんですけど、うんうんうん、でそのめっちゃお客さん集まってて、うん、なんていうんですかね、結構ライトなお客さんもいるんですよ、うんうんうん、多分コアなお客さんもいるんですけど、曲に触れる機会ってめっちゃあるから、うんうんうん、サブスクで調べて曲切って、うんうん、いい悪いだけで判断して好きになれるから、なんかほんまにそんなに曲知らんけどコンサート見に行くっていう人もいるもんね。で、いい悪い、その人が魅力的とか曲がいい悪いでもう好き嫌いっていうの、すごい、あのすごい短距離でそこまで行ける。そうね、お笑いはもうライブに来てネタ見ておもろい問題まで行く、めっちゃ効率悪いってずっと思ってて、お笑いライブやってて、はははは、なんで他もいろいろできはんのに、はい、わざわざこの道でうーんっていう、ね、これはでもそうですね、うん、なんかね、あの別にねこの道を選んでるっていう感覚はあんまりないんですよ。いいほんまっすか。そうなんですよ、実はあんまりね、いわゆるお笑い芸人的なスタンスとちょっと多分違うんやろうなっていうのが、まあ大人になってからちょっと気づいて、はい、っていうのはやっぱ相方と中学から同級生 で、はい、で高校1年の時に、M1 甲子園っていう、はい、今のハイスクール漫才あれがあるって言って、まあ遊び半分で出て、それが第1回のそれ出たんがたまたま良くてちょっと決勝行ったりして、はい、テレビ出たりとかが一番最初やって、でじゃあまた来年も出ようってなるやんか、うん、はい、で高2の時もまた出て、まあ、落ちたけど、で高3でまた出ようみたいな、はい、また来年出ようみたいな、で高3終わって卒業して、普通に俺も相方も大学同じ大学行ってんけど、はい、なまた当たり前のようにじゃあちょっと他に出れるやつ探してみようみたいな感じで、あのコメスタ出たり、はい、でベース吉本のオーディション受けてみたり、ワッハのライブ出たりとかしだして、でなんかこうそれが続いてるだけというか、どっかで俺らはこれでもう食ってこうぜみたいな、はい、俺はこのお笑いという道を歩むって決めたっていう感覚があんまりないまま、知らん間にもう10年以上経って大人になってたっていう感じがあって、はい、だから俺その高校生の時もバンド友達とやったりしてて、はい、なんかその M1 甲子園の最初の予選行った時、バンドのスタジオ行った後にその M1 甲子園の予選を聞いて、だからギター背負ったまま、さっきまでギター弾いてて、はい、その後ギター置いて漫才してみたいな、ギター使って漫才しそうですか、とか、なんか全然自分的には同じぐらいの、はい、あのあれで見てて、はい、でもなんか知らんまい漫才だけなぜかこうずっと続いてて、はい、あの寺田と、はい、だからなんかたまにそういう話するんだけど、例えばもし何かで解散したい、はい、まあほんまに別に病気でもいいし事故でもいいしとか家庭の事情でもいいけどってなった時に、多分俺はもうお笑いはやらんと思うっていう、はい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 、例えば他の人とまた漫才したいとは多分ならへんっていう、はい、ただ寺田と やって楽しいから続いてるっていうのが漫才、そうなんですよ、なんか、うん、おもろいと思われたいとか笑かしたいが一番分かりやすい動機だと思うんですよ、なんか芸人を選んでる、なんか寺田さんからはその感じをちょっと感じるんですけど、寺田さんはお笑いを結構やりたいという感じを感じるんですけど、だからその話した時に、はい、じゃあもし俺が死んだら寺田はどうするのって聞いたら、はい、もしかしたら NSC 入るかもしれない、でもう一回ちょっと新しく相方探すみたいな話を確かその時はしてて、おもろい今から入んの、そうだから、あそこはちょっとスタンス違うなっていうのがある、あ、やっぱそうなんですね、うん、それで島中さんだけっていうのもあります、なんか、うんうん、島中さん見てて特に思うんで、そのなんでお笑いやってはんやろこの人っていうの、そうね、だからね、なんかお笑い芸人的な感覚ってちょっと人薄い時があって、
まあ、例えばまあ多分漫才が一番やっぱ好きで、はい、でもライブを主催してそれ漫才じゃないとこでこう自分が考えたライブをやるっていうのも好きなのよ、ね、はいはいはい、それはなんか全体として、はい、だから自分でコーナー考えるのとかももちろん好きなんやけど、でも、例えば普通のお笑いライブに呼ばれて演者として出てこうエンディングですみたいなって、うん、なんかみんなちょっとボケ出してなんかアピールある人とかってなった時に別に何もないんよ、そこで別に、うんうん、別に今何もしたくないなってなったら、うんうん、ほんまに何もせえ自分がおって、はい、そういう時にすごいなんかあ自分ってなんかあんまそのお笑い芸人的価値観少ないからっていう、なんかみんな何とかしようとしたりしてる場面ってよくあるじゃないですか、はい、うんうん、別にいいやんって思っちゃ う, っていうここで何をしたいわけじゃないのにって、うん、だからすごい、それで大人になっていくとどんどんなんかもうほんまに諦めとかも出てくるし、なんかプライドが薄れるも多分あるし、周りの目を気にすることも減ってきて、よりもう自分のやりたい好きなことは何でもやろうっていう感覚になってきて、だからまたこの年になって、ああそういや俺昔バンドやってたなみたいな、でやっぱギター弾くの好きやな、バンドまたやりたいなみたいな感じで友達と一緒にやったりとか、そう、なんかだから何でもやりたいことはやるっていうスタンスでいますね、うん、めっちゃ一貫してるのかもしれないですね。だから別にお笑いやりたいというよりなんか おもろを生きたいみたいな、なんか結構広い的、うん、だからそう、でも根本にあるのはそう、面白いことやりたいっていうのはすごいあるし、誰かを楽しませたいみたいな気持ちも多分すごい強い。なんかその感じで続いてんのめっちゃすごいですね。そう、続いてるけどなんか全部中途半端なのかもしれないけど、いや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 、自分的には全部をもうこう本気で全部こう全部思いっきりやりたいなっていう感じはある、はい、うん、そうですね。僕 NSC だけで辞めたんで、もう卒業と同時に辞めたんで1秒も芸人はしてないんですけど、はいはい、はい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 、いやもうなんか僕がただ単に他の人よりお笑い好きじゃなかったから辞めたよなってめっちゃ思うんで、はいはいはい、NSC の1年だけで結構しんどかったんで、それで分かったってこれ一生やんのがしんどいなみたいな、ね、だからもう、そうね、好き思ってました。その10年15年やってはる人みんなそうでもない、そうでもないんかもしれない、ね、ひょっとしたら。なん、亀は何で作ったんですか？亀は、もう極論言うとバイトしたくないから。めっちゃ意外なの。あ、そうなんですね。はい。っていう、それは結構でかい。あ、そうなんですね。バイトしたくないが一個と、あとはほんま単純にライブやる場所、はい、ちょっと大阪少ないなってなってて、はいはいはい、その時、うん、そのワッハがなくなって、だみそのビルとか、うん、まあ、オーキャットとかでやって、うん、あったかな、アップスもあったかなその時、うん、でもちょっとなんかあの漫才とかもうちょいこうできる気軽な場所欲しいなっていうのもあったかな、うん、うん、でもそう根本はバイトしたくない、あれあそれも意外でした。そうです、なんか好きなことやりたいからみたい な おもろい期待の一環や思ってましたね、作ったもん。 それはなんかちょっとこう、ええ格好してる時はそうやって言ってるもちろんそういう気持ちもあるんですけど、はい、うん、へえ、そうなんですね。もうね、ほんとね、ダメなんですよ私は。そうなんですか、はい、できるだけね、しんどいしんどいことしたくないとか、ね、働きたくないっていうすごい強くて、それずっと思ってて、うん、じゃあ、いや今のここの仮面もそうですけど、前の、はい、カメとか出てなんかめっちゃ素敵な場所やなってめっちゃ思うんすよ、なんていうか。おー、ありがとうございます。いやごめんなさい、なんかイラストに、あの、いやだからなんかこだわり持ってやってはるって勝手に思ってましたよね。こだわりないんすよ。ないんか、はい、ないや、じゃあじゃあネタ見てるせいかもしれないです。じゃあヤングさんがやってるっていうのに、はい、だいぶ乗ってるんかな、フィルターかかってるんかもしれないです。こだわり亀で言うと、はい、なんかそのこだわりがある店にあんましたくないっていうこだわりみたいなのが結構最初になって、っていうのは、例えばお笑いの小屋にはしたくない
はいはいはい、なんかとか音楽の場所とかじゃなくて、うんうん、結構オールジャンルにしたくて、はい、であとはどんな内容のイベントも一応こう会う場所にしたいっていう、うん、例えば、うんうん、みそののベニツルとかすごいいい場所ですけど、はい、まあちょっとやっぱあの雰囲気があるじゃないですか、ごちゃごちゃ、はい、でちょっとこうサブカル寄りのもう雰囲気があるから、うん、あそこでこうやるってなったらやっぱどうしてもちょっとそっち寄りの色はつくっていうのがあって、うんうん、そういうのをなくしたいから、うん、もうこうあんまりないでしょ、そのなんか別に俺の色はないでしょ、出してないっていうか、まあ汚いけど別にシンプルにしてるっていう、確かに、ただあでも、うん、ただそんなにこう音楽もできるし、はい、お笑いもできるしみたいな、落語とかやってても別に合うしっていう、だあんまりこうそういうのをやめようと、まあだんだん物増えてきましたけど、最初の頃はほんまに物何も置かんぐらいの場所にしてたんですよね、別に何やってもいける、うん、舞台のなんか感じとか客入れの曲とか音量とかで勝手になんか島中さんっぽいなって勝手に思ってましたね。 BGM とかで出るんか、で僕はですけど色合いが、あそっか、その辺までは意識してないカメラが来る時になんか島中さんっぽいなってめっちゃ思ってました。そっか、確かにね、なんかいつの間にかね、カメっぽい感じみたいなのがやっぱできんやろね、はい、それってだからそれが羨ましく、僕は結構コンプレックスなんです。それ勝手に出来上がるんでしょうね、意識してないけど、なんかそういうちょっと落ち着いた雰囲気みたいなね、言うたら、はい、それよく言われますね。なんかそうですね、だ両極ですけど、その僕も分かるんですよ、その演者邪魔せへんプレーンな方がザザ、はいはいはい、ザザみたいな、うんうんうん、が絶対一番いいっていうのは大前提なんですけど、まあかといってなんか色ないと、だって金持ちが A 箱作ったら全部まくられるから、僕みたいなもうただの個人の箱はなんか色つけななぐらい、まあプラス僕がわざわざ別にサラリーマンとかせずに自分でやってる以上はなんか、いや一応突き詰めたら自己満ってか俺のためにやってるしなって思うところなんで、だから亀とかベニズルさんとか亀井さんとかに憧れがずっとあったから、そういう箱にしたいっていう気持ちとずっとこう戦ってるんですけど、で今のところそのプレーの方一応取ってるつもりなんですけど、はあ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 、いや何か色欲しいっすね僕は。むしろ楽屋 A はでもね、なんかほぼ毎日やってますよね、ライブね、ほんで結構2公演3公演やったりとか、なんかスタッフの人も多いし、すごいなんかライブはすごいやりやすい場所って感じで、もう別に何でもできる、舞台も広いし、だからいいなと思うんですけどね、お笑いで言うと本当、うん、その僕もそのまあまあめっちゃ言ってたわけじゃない、インディーズライブとかが好きで、その、今の楽屋とか舞台それのインディーズライブという意味じゃなくて、っていうかその、いわゆるその表のライブに対してのインディーズライブという意味、インディーズライブのなんか空気が好きでお客さんで行ってたりしたんで、なんかそういう空気にしたいんですけど、あだまあ一番最初の舞台袖移転する前のボロボロの築80年の古民家みたいなところでやってた時は、まあ、ゴルさんとかのライブをやってたからっていうのもあるんですけど、普通に紙のお客さんが結構いっぱい来てくれてたんですよ、はいはいはい、で大きいとこ移ってから、まあ、多分言うてもたら僕のせいなんですけど、なんていうんですかね、僕大阪のお笑い衰退を防ぎたいがそもそもの第一目的でやってるんで、なんかインディーズライブの裾の広げようみたいな方に振ったんですよ、なんか、はいはい、ほんまやりたいのはコアなその いわゆるインディーズライブみたいな好きなやつやりたいけど、これをやってると狭い人に鋭く当てる箱に、なっちゃうから、とりあえずインディーズライブにいっぱいお客さんが来る大阪にしようと思って、なんか、広げた結果紙のお客さん誰も来ないようになってほう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 、いわゆるインディーズライブが好きな人には何にも刺さらない空間になってしまって
って多分仮面のお客さん、そう、あ、そうなんやっていうか、そうですね、なんか結構客層ガラッと変わっちゃいましたね、はいはいはい、お客さん増えたんですけど、言うたら総数は増えたんですけど、はい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 、満劇入る前の、ミニ満劇みたいな感じの空間になってて、うんうんうん、あ、客層が別に満劇と変わらないというか、そ、あ、はあ、ははあ、それは ありでも、お客さん増えるということに関しては成功したんですけど、演者さんももう1年目の人からもう端から端までみんな出てくれるようになって、はい、なんかインディーズライブが一部のものの人だけみたいな、はいはい、でもなくなったし、裏のもんでもなくなってきたんですけど、はい、ただのその、うん、満劇の一個前の箱わかんないです、大阪的にはプラスな気はするんですけど大阪ってちょっと広くない、なんかどう、その大阪のお笑いの衰退っていうのはどのレベルで言ってんの、大阪のお笑いって、なんかもう大阪全部なんていうかな、全部ですね、インディーズがまあ打てへんっていうか、勝手にライブ吉本ができなくて、はいはいはい、っていう状況か、うん、で東京はできるんで、うん、できるっていうか厳密に言うと吉本許可取らないとダメなんですけど、やっていいですかっつって、いいよって言ってくれるんで東京、うん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 、もう普通にできる、うん、で配信と SNS あるってなったら、もうこっちがこのコソコソやってる、はいはいはい、さなか表立ってできるから、吉本以外の部分の話、吉本ですね、吉本込みで、むしろ大部分は吉本ですね、ああそうそうそう、吉本の込み、お笑いがちょっと衰退するんちゃうかって危惧してる、はい、してると思ってます、ずっと長年かけて、ああなるほどね、昔やったら売れて、テレビが東京の方が多いから上京するとかやったんが、うん、ライブシーン撮ってもなんか結構どのゾーン撮っても東京の方が良くて、もう、はい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 、やからもうそもそも始める場所として東京を選ぶ人も増えてるし、はいはい、そうね、結構売れる前、もうちょっと前からもう行っちゃうっていうね、どんどん前倒しになってるんで、はいはいはい、極端な話、誰も大阪で始める人間いなくなったら、はいはい、大阪お笑いなくなるっていう大阪ってでもなんかこうなんやろうな、どっかこう、ね、根強いものとしてまあある気はしてて、演芸っていうのが、だからなんかその進化はあんまりせえへんのかもしれんけど、はい、でもずっと残るっていうイメージがあるかな、はい、大阪の土地でいうと、東京はどん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 進化していくような街っていうイメージで、はいはいはい、大阪はそういう進化こそないけど、でもちょっとこうもう、なんか根付いた文化としての笑いっていうのはずっと残りそうっていうイメージはあるけどね、新喜劇とかやっぱ今見てもやっぱ面白いし、なんかああいうのがずっとこうあるっていう強みなんかなっていう、大阪は気がしてるけどね、俺は。進化するなら東京行った方がいいんかなみたいな。なるほど。だから衰退なんかな、それは分からん。なんか現状維持がずっと続くんかなっていう気がする、大阪のお笑いっていうのは。まあ多けりゃいいってわけでもないですけど、その演者は減ってってるんで、どんどん、確かにそうですね、循環というより普通に減ってってるから、確かにね、やしで吉本以外ってなってインディーズライブ組むってなったら、もうなんか演者が、はい、だから俺らも主催とかするけど、はい、もう大阪でじゃあ新たに主催ライブしようってなっても、はい、もうなんか呼びたい人またもう一緒やんみたいな、はい、うん、自分がその面白いと思うような人っていうのが、うん、東京やといっぱい候補が、はい、うん、あれも呼びたいし、あの人呼んでも面白いなみたいな、なんかこういっぱいおるけど、大阪やっぱ少ないっすよね、はい、なんかこうなんなんでしょうね、特に今大阪で始める人ってその全部分かった上で、でも大阪好きやからとか、なんか結構そのファッション寄りの理由がもう多いから、だから多分環境がまあ良ければというか、はいはいはい、例えばライブ自由にできて、自分のさじ加減で箱借りてライブできて、お客さんも集まって、うんうん、でおもろかったちゃんとおもろかったってみんなにこう広めてもらえてみたいな世界になったら、大阪を選ぶ人は多分いっぱいいるはずなんですけど、はいはいはい、なんかそうなれば箱ももっとできるし、うん、なんかライブ作る人もいっぱいおるしって、ね、
でなんかいっぱい8個あるな、どこのライブ行こうみたいになったら最高やなって思ってやってますけど。あ、なるほどね、そういう未来。そうですね、はいはいはい、ね、うん、っていう。まあ人がやっぱ少多いですからね、その芸人もやし、お客さんの数も多いですからね、やっぱ。そうですね、東京の方がね、確かに確実にそれはってなると難しいです。大阪でインディーズライブやるってなったらなんか、はい、俺らとかもこう、あ、その日村橋君も主催やるらしいとかで、かぶらん方がええなとかさ、はい、もうちっちゃいとこでさ、うんうんうん、そんなとこでこう、うん、お客さん取り合ってもしゃあないなみたいなさ、ちょっとかぶらんようにしようとかさ、そういう世界ですからね。東京はもうじゃんじゃんありますからね。そうですね、うん、ちょっとああいう世界になる。まあで、まあ、ここは切らんとあかんからあんま喋ってもあれなんですけど、例えばですけど、うん、あの昔やったらその大阪を選ぶ理由の一個に賞レースがめっちゃ多かったからっていうのがあって、うん、ABC お笑いグランプリとか YTV とか、 あんま在阪の芸人が出れる賞レースがいっぱいあって、はい、それに出たいから大阪選ぶっていうの結構おったんですよ、はいはいはい、おったんですよって、もうおるみたいで、でももう演者減ってレベルもちょっと下がってきたからってしびれ切らして、もう3年前ぐらいから東京も出ていいですよって、今まだ尖って大阪だけでやってるの YTV だけ、あと全部もう解禁しちゃっていっぱい出てもらってますけど、うん、まあこそこそ結局10人とかの前でやってるだけなんで、うん、東西で足並み揃ってれば多分問題ないんですけど、うんうんうん、それ東京がありな分差がどんどん広がってくる。そうね、まあ吉本がねインディーズ解禁してくれたらまた変わるかもしれない、ね、そうですね。だから劇場入ってないけど面白い人っていうのがいっぱいおるもんね、はい、吉本に。その人らがしびれ切らしても全員大阪離れたらちょっとあしんどいいう感じね、嫌だなって思ってるっていう感じ。なんで加藤くんはじゃあその大阪にこだわりがある？いや、これもまあ大した理由ないです。ただまあ出身やからっていうだけっていうか、うんうんうん、大阪別に僕も大学の友達とかみんな就職するってなったら東京を就職して、うんうんうん、なんかまあ それはもうしゃあないと思ってるんですけど、東京一極集中型で、うんうんうん、なんですけど、いやまあなんかせめてその大阪っておもろいよなみたいな、うん、なんかイメージだけでも守れたらええなみたいな感じですね。うん、何もなくなっちゃうってなるのが、うんうん、そうか、まあ、ちょ何の話やねんって感じですか。はい、です、はい、なるほどね、っていう感じです。だからまあ余計そうですね、大阪でお笑いって非効率なことを、まあ、初めの話もありますけど、なんでそのお笑いにしたんかなっていう、あっていう感じでした。いやあんまね、なんか俺はあんま深くは考えてないもうね、そう、あとはいやそう案外そうですね、十何年もやってはるんでめっちゃ年上ってたまに錯覚して思うんですけどそうでもない、3つか4つぐらいじゃないですか。そうそうそう、僕31なんで35ですから そんな変わんないですよね。そうやったらただもう楽屋 A ではもうなんかちょっとね、はい、もうほんまにもう老害なんて自分ね、ちょっとやばいよね。いや誰も思ってないです、そんなことは。どうしたらええのほんま。いや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 、もうだって楽屋入られへんねんもん、もう。いやいや、俺も寺田もずっと舞台袖で着替えてる。いやいや、むしろいや、むしろその出てもらってるそのいやそれ気に してとかなんかやりたい感じのライブじゃないなとかで、うん、どっか行きはんのずっとビビってますよ。いやもうさ、はい、めっちゃさ言われるもん、だってさ、はい、言うたらまあ、ハクションさんが辞めて、はい、でニボイワンも辞めたじゃないですか、はい、で村橋君とかもね、はい、どんぐり兄弟さんとか、はい、あの辺がどんどん辞めてってさ、はい、楽屋辞めたっていうか、まあ、あの楽屋のピラミッドから、はい、まあ、抜けますっていうのになって、はい、でなんかもうなんか青い魚とかにさ、はい、ヤングさんいつ辞めるんですかヤングさんも楽屋辞めるってほんまですかとかいやいや言ってないよそんなそう言ってないよみたいな、いやなんかそういう噂でとか言って、いやいやなんかもうあやっぱそう思われるよなっていうさ、分からん、どうしたらええのって感じよ俺らも。
でそのバトルライブぐらいしか今あんまり正直出てないですけど、バトルライブもそれこそだから俺らのお客さんとかもうほとんど来てくれへんからね、はい、うん、仮面のお客さんとかさ、はい、みんなもう興味ないよ、はい、俺らが勝とうが負けようが、なんかそういうこうそういう目で別に多分見てないよね、はい、もちろん、なんか、うん、俺らに対してもね、そうですね、なんか、うん、おもろいかどうかで多分、はい、行くか行かんかを判断する人が多いから、はい、なかなかそれはね難しいんですけど、でもまあ出てなんかこう、まあ、正直なんかいやちょめんどいなみたいなのもあんのよ、はい、A バトルとか、いや分かります、はい、A バトルどうするみたいなってなると、いやもうどうしようかな、やばいなネタないなとか、もういつもそんなばっかり言ってる、はい、やしなんかかみたいになってんねんけど、でもまああれはあれでなんか漫才やると結構楽しいよね、やっぱなんかこうちょっと新鮮やし、まあ、楽屋 A でそうやってね、一応バトルとしてこうライブで漫才やるのは楽しいっちゃ楽しいから、うん、今んとこずっと出てるんですけど、はい、どうしたらいいんですか、いや分かんないです、どう思います、いや俺だからね、加藤くんと一回ちょっと喋りたいなっていうのは、はい、寺田君したい、はい、どうしたいんやろうな俺らは、なんか俺らに対して多分思ってることあるよなみたいな、加藤くんも、いや僕はその出てほしいです、出てほしいというか、あ、うん、でもまあ なんていうんですかね、むずいな、今が一番いいバランスな気はします、はい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 、なんか多分島中さん優しいから出来たての時に結構ライブとか売ってくれはったりとか、あ最初、ね、したんですけど、ね、なんかその、なんかやりたいことは亀でやるっていう感じがいいなって半分ぐらい思って出たので、なんか今、はははは、いや楽屋へでもねまたねちょっと主催ライブやりたいなっていう話はしてて、あいやなんかでも結構もう今なんていうかな、もうがっつり埋まってるし、はい、いっぱいライブも、まあもう十分それ回ってるやろうし、もしまあなんか空き枠があれば俺もなんか やりたいよなとは思ってはいるけどね、ありがとうございます、いや本当にそれはすいません、いやそうなんか、うん、うん、そううち、うん、まあ、それこそ色ないじゃないですけど、なんかうちでやってもなんかよりそのか亀でやってる方が絶対面白く見える気がするって思っちゃう分で、うん、なんかでまあ変な話、僕がお客さんにどっちに行くって言ったらこっちに行く気するんで、なんかそのお二人が出てるライブってなったらなんかやっぱそんな気がするので、うん、難しいところです、うんうん、かといってそのでだからもう乖離してます、そのほんまただの個人でその出てほしい出てもらえたら嬉しいっていう気持ちがもうこれ個人のあれで、はい、どっちも個人か、まあ、っていう気持ちと、まあ、今ぐらいがまあ一番はいっていう気持ち、いやじゃあうちで何してくださいって言えんねんっていうのと、なんかどうしますね、ほんまに。であとだから一個思うのは、はい、そのなんか A メンバーに所属はしてるけど、はい、なんかあんまりその実感がないっていう、はい、なんかその A バトルに2ヶ月1回出てはいるけど、はい、なんかこれ何のため戦ってんやろうなみたいな確かに感じはちょっとあって、はい、でもまあたまにそのねなんかいろんなあの誘ってくれるじゃないですか、はい、楽屋メンバーからこういうちょっとイベント、はい、よそで今度のアメ村のやつとか、はい、前の ABC ホールのやつとか、はい、多分ああいうのがまあありますよっていうあのことじゃないですか、そうですね、A に所属してたら、はい、そういうちょっとイベントお誘いしますんでっていう、はい、そういう恩恵はすごい受けてありがたいんですけど、はい、なんかでも楽屋 A にそのバトルでしか出てないっていうのがちょっとなんか引け目もあるし、こっちも なんかあんまりそんな全然俺らなんか協力してないよっていうのも結構言ってんのよもうちょいなんかいやそれは気にしやんといてくださいよそんなんかバトルだけしに行ってなんかほんで行ってすぐ帰ってなんか俺何してんねんみたいなのはちょっとあるよ、あいや逆でした、なんかその出てくれはってって
良かったって思ってる感じでした、ね、もっといろいろやってくれよなんてことは一切思ったことないですね。ああ、そうなんですね。はい。ああ、じゃあいいですけどね。そういうもんじゃないし。うん、はい。どうして、どういや、別に僕、うん、そうか、どうしたい。いやまあそれこそまあちょっとずれるかもしれないですけど、僕が仮に芸人でなんかそれなりに結果とか残してたり面白いことできてたらもっと誘えるっすけど、そのなんかよう誘わんっていう感じは、いやもうね、それね、最近なんか出だしからもそれね、もう多分もういいよ、もう多分そのスタンスねやめた方がいいかも。いやなんかことライブってなった時にそのなんかアメテンとかは、アメ村天国とかはなんかその普段の感じじゃないみたいな、うん、だからおもろいかおもんないかとかじゃなくて、うん、普段あんまやらんお客さんの前でできるとか、なんか別のなんかメリットを埋めてるから平気で誘えるんですけど、うん、普通の普段のお笑いライブに出てくださいってなると、うん、なんか結構そのこれは絶対におもろいそうっていう確固たる自信ないとよう呼ばんっていうか、まあ、てか本来そういうもんなんでしょうけど、うんうん、はい、でそのおもろいゾーンに対しての自信が全然ないんで、それはでもちょっとやばいっすね。なんでおもろいぞっていう自信は持てるようになった方がまず絶対いい、はい、いいと思いますけどね、はい、それはなんかその裏方としてなん、はい、やろう、まあでも加藤君はまあ一応箱主やから、なんかライブの主催者とかともちょっと違うスタンスやとは思うけど、なんか楽屋へ主催のこうライブでやっぱりこれはマジでおもろいからっていうライブがまあ定期的にある方がいいよね、はい、というのはめっちゃ思うね。それはほんで加藤君が主催してたらいい気がする、芸人主催っていうよりは、その方がいいんですか、ね、でそれがないと一番お客さん入るぐらいのはあ、メインライブは1個あってもいいんちゃうかなとは思いますね、はい、で楽屋へメンバーがもうめっちゃいっぱい出てる、それはなるほど、うん、それなんか月1ぐらいあってもいいと思うんですけどね、どういうライブかは分かんないですけど、そうか、うん、だからなんか大阪のインディーズシーンはやっぱお客さん少ないみたいなのもあるけど、正直でも入るやつは入るじゃないですか、はい確かに、だあの家業とか煮干しわしがあれ何回か読んでくれて、はい、あれのラストとかもすごい100人ぐらい多分来てたのかな、はい、なんか結構楽屋ぎゅうぎゅうになってたし、はい、別に東京のスペシャルゲストが来るっていうよりかは、まあ、煮干しわしのそういうまあ主催の集大成やみたいな感じであれだけ来たし、はい、でまあ、ヤング VS 煮干しわしっていうのを中央会館でやったんですけど、はい、それもあの、はい、俺ら以外はもう全組シークレットにして、はい、チケットも3000円かなかったけど、うん、結構いっぱい来たよ、はい、だからあ大阪のそういう吉本じゃないインディーズシーンでも全然俺夢あるなっていう感じのイベントにはなって、はいはいはい、まあ、あれは煮干しわしはかなりやっぱすごいなって俺はそういう尊敬できるけど、でも多分やろうと思ったらできるんかなって、でそれを楽屋へがやるべきちゃうかなっていう感じ、なんか楽屋へがまずそこをやれたら一番いいよなっていう、うん、楽屋への主催で主催ライブをやるあの主催者としておもろい人っていうのが大阪少ない気がする、はい、俺はどっちかというと、うん、東京多いですよね、そうですね、芸人もやし、うん、芸人じゃない人とかでも、うん、そういう主催者とか裏方の作家の人、うん、俺はもうたまに東京で去年とかからちょっとライブやってて、そういう作家の人とかと喋ると、うん、でやっぱみんななんかねちょっと面白い、うん、なんかあの芸人と別にこうフラットな関係で、うん、その別に会話でボケるとかそういうおもろさじゃなく、はい、ちゃんとおもろいものをやりたいとかっていう意思があるっていうのが強い人は、はい、東京には多いなっていう印象があるんですね、はい、うんうん、だからまずそこじゃないですか、そのなんかあのイップスを直す、はい、芸人へのコンプレックスとか、はい、なんかいや僕ら素人なんでその芸人さんにあんまなんかそういうちょっと言いづらいっすねっていうスタンスはもう多分結構邪魔してるんかなっていう、ああそれがない方がいいかも、より
加藤くんの中の多分こういうのがおもろいっていうのは多分持ってるから、それをいっぱい楽屋でやる方がいいんちゃうかなと思いますけどね。確かに、うん、そうですね。なんか俺だ、サッカーとか育てたら、でもやってるか、それも。サッカーは育ててないです。はい、サッカーはいないですね、うちのスタッフには。俺なんかね、あの口火とか、はい、あと学生芸人もいっぱい出てるじゃないですか、はい、今、はい、でそれはすごいいいことやなと思って、はい、その学生でああやってライブ打てる場所あるってめっちゃ多分でかい、学生からしたらめっちゃ嬉しいだろうし、やけどなんかその数は多分どんどん増えていく気がする、はい、これからも。あ、ここでできんねやで、はい、どんどんみんな来ると思うけど、でもなんかそれで、うん、終わっちゃうとちょっとやばいっていう感じもちょっとあるじゃないですか、はい、なんかなんて言っていいかな、うん、なんとなくだから、あのサッカーだから、はい、俺らもう昔でもベース吉本もオーディション終わってからみんなサッカーの人にダメ出してくるって並んだり、はい、期待感であのネタ見せん時に怖い顔したサッカーの人にもう怖いこと言われるみたいな、はい、もうめちゃめちゃ嫌で、はい、18、19ぐらいの時、もうこいつら何者やねんまずお前らみたいな、きしょいなみたいな、ほんでベースとかでなんかちょっと言い返したりしたこともあって、俺もなんかもうブチ切れられたりして、はい、あったけど、でもちょっとああいう空気も、うん、あれがあるからなんかじゃあもっとおもろいことしようとか、まあ、逆にお前らがそんな言うんやったらもう俺は全然ちゃうことやったるっていう反発も多分ありやし、そういうなんかめちゃくちゃ嫌われる作家の人みたいな一人おったらええのにって思ったことある、学園に。確かに嫌われるって言ったらあれやけど、ちょっと怖いぐらいの、でもなんかこう辛辣にまあやってくれる人おったら、またあの口火メンバーとか学生芸人たちはなんか変わるんちゃうかなっていう。確かに何にも言わないっすね、思うことあっても。それ加藤君がやってもいいし。いやでもまあそれは逃げてるかもしれないです。やりづらかったらなんかこう誰かとかそういう、そういうのを増えててもいいけどね。じゃないとね、みんなあの毎月じゃあ口火受けようみたいな、でも別にもうずっと一緒みたいな、そうですね、やつが増えてきて結構そうっすね。それで枠埋まるのはちょっともったいない。あ、ただただレベルが下がってお客さんも遠のくだけで、はい、そいつらの知り合いしか来えへんみたいな、はいはいはい、うん、で大した別に金にもなんないでしょ別に、あのまあそうですね、口火とか、まあまあね、開催したところで、はい、学園が儲かんねやったらまだいいけど、はいはい、儲かりもしれないでしょ別に。あれそうですね、だってエントリー料取ってないでしょ、あれ取ってないです、ね、はい、だからそこじゃない、あの未来があるとしたら。なるほど、これからのやつらがめっちゃいっぱい、はい、今学園に、うん、そうです、数はめっちゃ増えましたほんまに。10代20歳ぐらいのやつらが、はい、で多分おもろいやつ絶対おるから、はい、います。なんかまあ、ほんまにおもろいやつはもう勝手にね、うんうんうん、あの学生の方でもちゃんと勝手にやってるから、そういう子らはもう全然いいけど、今なんか結構なんか僕はその嫌な意味じゃなくて単純に人間としてあんま僕は得意じゃないんですけど、なんか劇場メンバーが仲間みたいな空気になってきたんですよ結構。ああ、はいはい、はい、で、昔はその昔っていうかまあ1年前とかはあんま好きじゃないやその感じは。あのそれはあんたが仕掛けたわけじゃなく、そう なったんや自然になりました。なんで、その1年前とかは、学生とそのプロの間にめっちゃ壁あったんですけど、うん、だからほんまに口火とか出てもネタして、うん、よう喋らんから、うん、まあ、そのまま帰って、うん、多分学生の間だけでか、うん、自分で考えるだけで伸びる人伸びへん人みたいな、うんうん、最近もうそこめっちゃ仲いいからちゃんとその芸人がやってるんですよね、うん、その作家がやるみんな聞く、はいはい、聞きに行くようになったし、はいはいはい、学生もどうでしたって、はいはいはい、昔誰も聞きに行ってなかったけど、うん、僕はこれやるんやったら僕が口火出ないとな、せめてって思っちゃう。いやそれはねそうなる、それは違う、そうじゃないや、その何が言えんねん俺にって、そのおもろいと思う先輩芸人に聞いた方が絶対身のあること言われるやん。
って思って逃げ続けてるんで、それは。で今実際そうなってます、その先輩芸人が教えるみたいな、うん、にだんだんなってきてっていう感じです、ね、なんかそういうね、ちょっと講師じゃないけど、うん、ねえ、そうですね、誰か確かにやってくれたらいいよね。確かに確かに、うん、うまことかにやらして、ああもう芸人確かにやめたしうん、分からんけどさ、なんか芸人じゃなくてもいいしね。うん、確かに。それかそういう会をちょいちょい開くとかね。でもなんかそんなやってなかったっけ、ネタ見せ会みたいなもん。ネタ見せ会はやりました。その やらなと思ってやりました一回。そのそういう、ね、学生が、うん、そうです、誰にも聞きにも行ってなかったんで、これ出てるだけやなと思ってたんで。でもそれも多分ネタ見せ会ってなったら、別にもうそれにはわざわざそれに行こうと思ってくるやつしかおらんから、はい、っていうかな、別に確かに、もし 俺らが大学生の時やったら多分それは行ってないよね。はい、実際そうでした。そうそうそう、その楽屋側の人間は全然来んくて、吉本の若手がいっぱい来ました。そうだね、はい、うん、そういうのもう分かってる子らしか来へんから、はい、だから普段の口火とかなんか学生ライブかな、どっちかいうと。まあなんかそういう勉強熱心な人は勝手にね、あのゆるいくんとか要はライブ見に来たりしてるもんね、はい、そうですね。なんかああいうあれはすごいいいなと思う、はい、うん、もっと見に来たいのにっていう、あの楽屋へね、確かに人のライブ見るって結構いいしね。あんま来ないですね、確かに。それで言うと、全部あんま来ないしていいか分かんないですけど、勝手に箱主の権限で劇場メンバーはいつでも来ていいですっていうルールしてるんですけど、あんま来ないですね。そうね、うん、学生芸人はなんか恵まれてるから今多分なんかそれゆえになんかね、自分で自分を律さないと多分ね、なるほど、おもんないまま終わるやついっぱい出てくる気がするな。うん、友達同士でちょっとわちゃわちゃして終わってるみたいな雰囲気はちょっと見えるけどね、なんか楽屋へ行った時に。うん、東京の学生芸人のライブは全部が全部じゃないですけど、もちろん、うん、あのなんか各事務所のスカウトみたいなの来てるらしくて、ああ、はははで終わってからなんか、あ、誰々君どこどこの事務所が呼んでるっつって、なんか名刺渡されてスカウトされたりとか、ほんま高校野球みたいな、すごいな、なんかそんなんもあるらしくて、うん、来年度からちょっと肩入れようかなと思ってたんですけど、学生芸人もうちょっとなんかプロ志望の人だけ集めて、うん、作家さんとかいっぱい読んで、うん、なんかその生意気やけどなんかそのプチ養成所的なっていうか、よ、いや、その養成しようって方にちょっとやろうかなとかは考えてたんですけど、ね、それで、そうですね、確かにね楽屋でも雰囲気変わりましたよね変わりました。なんかあんま内側の見よったら気づけてないかもしれないです、うん、なんかこう外から見てると、はい、結構雰囲気変わったなと思う。うん、どうなりました。まあでも人は増えたやろうし、はい、だから演者も増えて、はい、でお客さんも多分増えてるし、はい、それはいいなって思うけど、うん、でもおもろいかどうかは分からん、うん、確かになんか、うん、おもろいことやってる場所っていう感じとはちょっと違うかな、うんうん、はい、っていう気はする。それは分かります、分かりますなんて言って申し訳ないです、うん、分かります。まあ加藤くん次第じゃないですかね。僕はよあのこっち側からなんか思うことで言うと、はい、加藤くんがなんか結局は何考えてるかあんま分からん、はい、なんかあんまり言ってくれへんから、はい、多分それはそういうちょっと引け目、なんか芸人じゃないんで、はい、芸人さんへのリスペクトがなんかこうちょっと歪んで、はい、リスペクトはあっていいけどなんか変にそれがなんやろうな、自意識とかと絡み合って、はいはいはい、だから何も言わんみたいな、そうですね、が多分多くて、でも結構なんかツイッターとかにこたまに何回書いてるやんか、はい、なんかこう集まって、あそこは自由やと思ってるんで、なんか言おうてんのか分からんけど、はい、でまたそんなんだけでこう変に広がって、はい、だからなんか悩んだり集まったりしてんのは分かる、はい、でも結局何考えてるかはあんま分からん、はい、みたいなのはすごい思う、はい、
そこがもっとこうなんていうかな、あのそういう壁がなく、はい、俺はこう思ってるんですよ、だからこういう風にみんなにしてほしいんですよって言って、でこっちはこういう風にしたいんやとかいう話し合いがもっとあっていいかっていう、あの楽屋 A の主要メンバーと、うん、まあボニーボニーとか多分その辺はもう付き合いも長いやろうし、はい、多分もう意思疎通はすごいがっちりできてんやろうなと思うし、でスタッフ同士もその辺の内情とかはあんまり知らんから、まあいろいろそこはちゃんと話し合いもあるんやろうけど、なんとなくその俺らとかぐらいのなんか微妙な、はい、うん、微妙な所属メンバーたちはちょっとよく分からんなっていうのが素直な気持ち、はい、うんうん、だからあのトップ3楽屋 A 楽屋 B メンバーぐらいをさ、はい、もうなんか一回全員集めてさ、なんかその定例会議みたいなのしてもええんちゃうぐらいに俺は思うよ。でなんかグループ LINE では結構その加藤君もいろいろこう、はい、こういうこんなのまたやるんで皆さん、はい、あの興味ある人教えてください、はい、LINE では結構あるけど、はい、そのグループ LINE って結構見逃すよねやっぱみんな、はい、だからなんか返事せえへん人多いやん、うん、俺らもやけど、はい、なんか忘れちゃうっていうか、うんうん、なんかパーンってその時見ても、うんうん、ライブ前とかやったらなんかファって消しちゃうって忘れちゃうとかめっちゃ多いし、実際に喋るのが多分一番伝わるから、はい、なんかやってほしいけどね俺はね、あの月1とか別に3、2ヶ月1回でもいいけど、あのもう夜とかでもいいし、はい、来れる人だけでいいからこの日1回全員集合してくださいって言って、はい、で加藤君がちょっともうあの来年楽屋こういう風にしたいんです意見ありますかとかはやったる方がなんかもっとこういい意味でちゃんとみんな楽屋へちゃんとこうしてこなっていうのがこうと透明になるというか、なるほど、やった方がいいんちゃうかなと思うけどね。なるほどです。ライブ後でもいいと思うね。やったら A バトルの後にちょっとこの後皆さん30分だけ追ってくださいって言って、うんうん、まあ次のライブあったりするかもしれんけど、うん、なんかこうそれで全員集めてちょっとこういう感じでもっとやってほしいんですよ、皆さんもっと、別にその集客の話とかでもいいし、うんうん、そういう、うん、あの今日のライブそれかもっとこういう風にしたらいいっていう意見ありますかとか、バトルライブに関してとか、なんかいろいろ思うことある、うんうん、逃げてますわ全部。多分ね芸人もみんなちょっとした意見はいっぱいあると思う、はい、でもそういう機会があんまないっていう感覚やね、うんうんうん、事務所じゃないしなとか気にしちゃってますね、それに関してとか、そのうん、なんかその辺が多分こうみんなのモヤモヤで、うんうん、加藤君のモヤモヤがずっと残ってる感じはちょっと思うかな、うん、加藤くんがどうしていきたいかっていうスタンスがいまいち多分みんな分かってないんちゃうかな、はい、あそれはすごい、それが一番やけどね、うん、そうですね、確かに 大変ですか、毎日忙しいですか。忙しいのは忙しいですね。そうですね、事務作業っていうか、まあそうですね、忙しいですね、なんかやることを機械的にやってりゃ一日終わるっていう感じは悩んでるよな、ずっと常に、うん、常になんか悩んでるイメージがいやーとか言ってどうしたらええやん。そうですね、でも1年ね駆け抜けて続いてすごいよね、うん、あのでかい場所すごいよ、うん、みんななんかその分かっってないやろしね、大変さを。いや、まあ、うん、いやまあまあそこに関しては僕の芸人にようしゃべらんと一緒ですけど、まあ、こうやってる人間にしか分からん、まあそっちもあると思いますけどね、え、はい、いそれはまあまあ確かにそうですね。いや亀もね、今日またもう月末やんけ、家賃まだ払ってんわやばい、どうしよう、そうですね、金何本あったかなとか、もうそんなんですからね。いや、そうです、家賃は結構ビビってますね。怖いよね、金。そうっすね、でか金100万ぐらい飛んでね、月末普通になんかその金と、はい、そのロマンと、はい、現実とみたいなさ、はいはい、そこのなんかあのバランスも怖いよね。そうですね、それはそうです、なんかそうですね。でもあんまりその金の方に動きたくないでしょやっぱり。はい、でももう現時点で結構動いてるなっていう引け目はありますもうなんか始める時に芸人にめっちゃ
優しい箱だみたいな空気になって、うん、ってか何やったらそれちょっと利用して知名度上げたくせに果たして今そうかっていうのはめっちゃ思いますね。なんかいや普通にちょっとそうてかうんですね、僕いやギャラ払えてないしとか、いやそれ場代取るライブが僕嫌いで、僕主催はないんすけど、別にスタッフとかも主催できるし、なんかいろんなライブ増えてきて、パッて見た時に場代取ってるライブめっちゃ増えたやんとかなって、なんか会場費お金一切かかりません芸人がみたいな、僕だけなんか言ってるくせに、いやそう、いやめっちゃ矛盾してるやんとかは思ったりはします。いやもう金稼ぎに行ってるやんこれみたいな、そうそうそう、その辺ね、そのリスク背負って一緒に死ぬ時は一緒に死にましょうで始めたんちゃうんかよ、前ってめっちゃ思う。ほんでその集客全然せえへん演者とかにこう、いやそうそう、呼んでくれよってなってくるでしょ、全然集客力がないやんとかさ。ですね。楽屋よ今どういうシステムなんですか、あのお客さんなんか少なかった、あんまおらんかったらちょっとみたいなやったっけ、会場費はとりあえずマイナスは絶対出る仕組みにしたくないと思ってて、はいはい、会場費はゼロ、はいはいはい、でスタッフもうちが人件費払ってる、会場借りて、芸人誰呼ぶか決めて、内容持ち込んだらあとは全部やりますよっていう方向にしてて、売り上げの何パー返しますみたいな、でやってます。でも何パーでやると、でパーセントはどの箱よりもいいパーセントにしてて、でもパーセントでやるとそれこそ家業みたいにいっぱい入った時に、うちが得しすぎるんですよパーセントでいくと、なんで上限決めてます、これ以上いったら全部上げますみたいな、上限は別で決まっててっていう感じです。だから仮に全部のライブが家業だろうと、うちに入ってくるお金はそんなんないっていう感じです。逆に言うと50人ぐらいコンスタントにお客さん集めれる芸人がいたら、吉本にいるより普通に稼げる数値出てたら、なるほどねっていう感じです ですね。なんで集客逆に関係ないっちゃ関係ないかもしれない、定額でギャラなんぼでお願いしますって頼んでたらお客さん呼んだ呼んでないとかなるっすけど、逆に言うと、まあ、呼ばんかったら本人にお金がいかないだけで、で、あんまり集客少ないライブはちょっと打ちづらいっていう感じで、ね、それはそうしました。それはでも理由としてはどっちかというと舞台袖の方なんですけど、ありがたいことにめっちゃ埋まる分早なって、毎月やりたいですで結構固定しちゃって、申し訳ないですけど、じゃあお客さん10人以下やったら、打ち切ってその場別の打ちたい人に渡しますっていうのは始めました。なるほどね、その感じです。それがでもどうなんやろっていうのもちょっとあるな、どっちかというと循環、お客さんが多いライブが一番社会的に需要があるって、まあ、一側面だけすぎますけど、まあ、って思うと、そうか、お客さんより多くのお客さんが欲してるライブを優先するべきかなって思って、そういう判断になりましたね。多分その辺でだからこう色がまあなんていうかな、まあそうなっていくよね、まあポップにはなっていくね、だから、できるだけ集めれるがもう前提になっちゃう、芸人からすると、なんか亀でもまあ主催やってくれる人いて、でもちろんお客さん例えばめっちゃ少なかったりとか、初めて主催やりたいんですっていう芸人の人とかはもう最初やし、お客さん少ないのはもうしゃあないやんっていう感じがあって、結構俺は主催者の人となんかすごい喋る、はいはいはい、終わってからとか、その箱主としてで亀もやっぱりお客さん多い方がいいのはもちろんやけど、でもそんなすぐ集まらん気持ちもわかるしっていう感じで主催者の人と結構喋る、だから次やるんやったらこういう風にしようとか、こうやってやってった方がいいかもしれないみたいなのも含めて結構喋るようにして、それでもあんまりやったらもうやらんでもいいしとかさ、だからなんかその辺のあれがひょっとしたらお客さんあんまり呼ばれへん芸人からしたらちょっと冷たく見えるかもしれない。あ、それはそうやと思います。そう、はい、その口火でまあ一人は最低呼ばなあかんとかいうのもそうやけど、ほんまに誰も友達おらんけどめちゃくちゃおもろいやつみたいなのをじゃあ出られへんねやっていうのはちょっと思ったりするな、
だから誰も呼べへんけど、そういうやつはなんぼ金こんだけ払ったら出れるぐらいにしてもいいかなとか俺って思うな。なんか分からんけど一応出ることは出れるみたいな、それで1位取ったらそれはそれですごいやんみたいな。多分出てる芸人とそれこそライブ、このライブにはお客さん呼びたいと思えるようなライブ作れてる方が別の要因いっぱいあるんですけど、話題取るライブをお客さん全然呼ばないんですよ。話題取っちゃうと一気にお客さん減るんですよね。それやる側もまあ話題払ってるから、そうです、そこで責任はもう果たしてって感覚の、あ、その感覚の人も多いよね。それはそれでちょっと良くないしね。それうちからしたら別にお客さん何人だろうか関係ない、 もうお金もらえるから、うん、それやったらもう両者 楽してるだけやから、それが嫌で4番党の方にしてるんですけど、うんうんうん、いや結構だったから主催やった人とがっつり話してもいいんじゃない、毎回。それはしたことないですね。ったらちょっと内容にも多少突っ込んでもいいと思うし、別にそれはね結構主催者は嬉しいよ。うん、何も言われへんより、うん、はい今日はありがとうございましたで終わるよりは、うんうん、ちょっと次はあれなんでとか言われて、じゃあこれでとか言ってパッと終わるよりは、はい、うん、それこそもし加藤くんに、いやなんかお客さん少なかったけどでも内容めちゃくちゃ面白かったよって言われたら、うん、多分めっちゃ嬉しい人もおるやろうし、はい、うんとかさ、意外とそういうのなんか言葉のね、はい、言われると結構それで芸人ってなんかモチベーションにもなるし、うん、またやってほしいってすごい思ってるよって言ってくれたら嬉しいとか、うん、お客さんはちょっとあんまり入ってなかったけどでもまたやりやとかさとか次はもうちょっとこうしたらお客さん来るちゃうって軽く言われるだけでも嬉しいとか、うん、なんかそういう場にもっとなってもいいかなっていう、うん、だからそのもっとそういうのも全然素直に言ってたら全然いいと思うっていうか、うん、加藤くんが変に気使ってなんか言ってるんじゃなく、うん、素直に思ったこと言ってたらもしかしたらそれでもうちょっとあの人嫌やって言うあの人怖いとかもあるかもしれんけど、そっちの方がもうこんだけ数も増えたし、うん、そうやってやってったらなんかもっと面白くなるんちゃうかなっていう気はしますね、うん、結局まあその加藤くんのやっぱり場所っていうイメージはずっとあるよ楽屋へ、うん、加藤慎之介の小屋っていうイメージはずっとある。だから加藤くんのやっぱり思いが多分随所に絶対出てる楽屋へには。だから全部それは加藤くんなんかなって思うな、はい、なんかあんま自分やったら分かんないですね。忘れ物するやつ多いよな。めっちゃ多いじゃん。いやそういう、はい、そうライブ終わりにさ、はい、加藤くんがこう LINE でさ、はい、今日の忘れ物ですみたいな写真をさ、はい、写真6個ぐらいさ、あ、そうですね、はい、靴忘れてたりさベルト忘れてたりさ、なんなあれどういうこと？分かんないさ。他もでも多すぎて、も初期からそうなんで芸人ってそういう生き物なんやって思うようにしてますもん。あとあのタバコのさ、はい、外のところでさ、はい、ちょっとマナー悪いんで、はい、謹慎しますみたいな、はい、でなんか、まあ、それは全然そうかって思って俺、はい、でもなんかそれでも吸うやつがおるから、はい、もう灰皿を撤去しますみたいな、はい、いやもう猿やんなんなん。そうなんですよね。いやそれほんまにそうなんですよね。ぶち切れた方がええよ気に入った方がええよ、ね、僕が一番まだ怒ってますねスタッフの中で意味わからんからな、あれ。なんかああいうのね。そうですね。もうでもわかんないですよほんまに。ライブ全部のライブのにグループラインあるんで、うんうんうん、とりあえず忘れ物見つけたら、うん、もう直近の何日か分のグループラインに忘れ物ありました、持ち主連絡してくださいって送って、でプラス SNS でもこのもしかしたらここ以外の人かもしれないと思ってSNS にも書いても出てこないやつがほとんどなんで、どういう意味と思ってます。しかも物靴とかですよ。そのまず次ライブ出るときに気づくやん、絶対衣装の靴やねんからって思うんですけど、一生ある靴がいっぱいあります。意味わからないです。わからんな。そうそうそう、なんか他ネクタイとか、なんかその絶対気づくもんの持ち主が一生出てこないんです。ちょっとな、多分な、はい、あんななんか緊張感はだいぶ薄れてるよね、はい、劇場としては、ね、そうですね。もうちょい出した方がいいよね。確かに
どっちもそうですね。あれなんでやろうな、なんかそれはちょっと思うな。あのそうですね、吉本のインディーズっていう意味では、うん、普通にめっちゃ語弊あるかもしれないけど、そもそも多分インディーズを舐めてる人はめっちゃ多い。なるほどね、はい、練習の場合やから、ね、もうここが本場じゃないから、そこの差はめっちゃあるです。ちょっとあかんよねそれね。あとあとなんか昔僕毎日おったんで、その時より治安悪なったんですよめっちゃ、単純に僕との関係性とかもあります多分、その箱との関係性がどっちかというと、どうでもいい箱って思われたらめっちゃ治安悪になります、ね、そうやんな。なんか程よい緊張感は必要な気するよねライブする場所って、うん、毎日おらなあかんなって感じはしますね、うん、どっちもなんですけど、スタッフが全員じゃないですけど、スタッフ側もそうなんですけど、その頭、うん、まあ、多分普通に次の日とか行って適当にやったら嫌いとか思う日めっちゃあるんで。まあまあね、毎日のもんやからね、あるけど。なんかそうですね。店もそうですね。店も汚なるし、芸人道具とか、ね、三八とかめっちゃ潰れました僕毎日おらんようになってから。言ってたよね、三八が壊れましたみたいな。あ、それ一回露骨なやつあったんですけど、もうグニン曲がってるやつあって、それまあ別に理由なんでもいいんですけど、その言うてこいやと思って別にとかもあったんですけど、そのグニンって曲がった一回なんですけど、結局3回ぐらい潰れてて三八、買い直してんのそれで。いや修理で、めっちゃ金かかるんですけど、修理でも8万とかかかるんですけど、なんかそれより普通に なんで俺おらんようになったら三八壊れんねんとかの方が不思議っす。三八だけじゃなくて結構いろんなもんが壊れるんですよ。なんか面白いね。なんで、あ、そめっちゃ喋った、ね、ごめんなさい、なんかそんな身のある話できてない。いや僕の身にはめちゃくちゃなりました。こと編集してください。いやいや、ありがとうございます。長すぎた。いやちょっとそうですね、はい、なんか僕が変わります。はい、そうですね。変わってください。いや、総会を開いた方がいいよ、ほんま。いや、気使うな。 A メンバー、 B メンバーで、学生の顧問来てもいいし、うん、でちょっとあの壇上に、舞台上に立って加藤君が。最初の頃よりはちょっとやりやすいかもしれないです、まだそれ、うん、なんかやった方がいい。いや、所属でもないのにみたいな、なんでギャラもらってるわけでもないのに、こいつに集められなあかんねんって思われたらなーとかをめっちゃ気にして、全員で最後こう声出して、はい、頑張るぞーって言ってみんなで、おーって言って終われば、やっぱりそれだけでこうね、一致団結しますから。いや、まあ嬉しいですけど、でもまあ忘れ物の件とかその辺の話をちゃんと芸人に一回ちゃんと、いや、ほんまそういうのやめろよっていう、みんな集めて言ってる方が俺、みんなちゃんとするよ次から。楽屋でその何しててもええけど、もうちゃんとゴミ片付けろよとか言った方がいいよ。あれほぼインディーズ側ですね、忘れ物とか散らかしての。はい、インディーズ側です。 うちの人間ではないです。ないか、はい、大体そうです。なめとんな。うん、いやでもそう、ちょっはい、そうします。はいはい、すいません、なんか、いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。